開封始めます。今回ですね、集めましたよ。マクドナルドのプラレールハッピーセットのね、まず電車が入ってる方ですね。このおもちゃは3歳以上のお子様は対象として安全テストを実施しております。そうなんだ。まあ、いろいろと注意書きがございます。何語だろう、これ。いろいろあるな。さすが、ワールドワイドな。全部で8種類ってわけです。見てくださいよ。1、2、3、4、5、6、7、8種類集めました。見ての通り、中身がわからないんですよね。ちょっと、ずるくないですか？ハッピーセット。じゃあ、これでね、全部違う種類だったら、8種類いきなり揃ったら、ものすごくないですか？じゃあね、開けていきますね、端から。そう。じゃん。これは、なんだ。これは多分、N700 系新幹線ですね。なんだこれ。お、これ何？何これ？すごい。わかりますか？あ、電池が。前か後ろか。で、ここは、プラレールなんで、多分自分で買えってことかな。買ってつなげろっていうことかな。とりあえず、これは N700 系新幹線です。さあ、もう一つ。なんだこれ。お、かっこいいの出てきた。これかっこよくないですか？おー。で、なぜかこれにはね、ついてる。プラレール、シールを貼ってに、あー、シール貼るんだこれ。しかも、おもちゃを上から押しながら動かすと音が鳴るよ。上から押しながら？これなんで口にくわえてるんですかね。あ、音鳴るんだ。口にくわえたら。あ、ぽい音がする。あー、しますね。でね、シールはこんな感じ。おー、ちょっと鳴らしてみようかな。鳴んないんだけど。鳴らないよね、これ。私のせい？うまくなりません。はい、次行こう。あ、よかった、一応違うのだ。また出てきたぞ。シールを貼れってことだろう。うわ、なんか細かくある。シール26枚？すごいな、これ。あ、これもだな。おもちゃを上から押しながら動かすと音が鳴るよ。これはですね、あ、人が乗ってるじゃん。かわいい。レゴっぽいのが乗ってますね。手がね、どう見てもレゴな感じが。あ、こっち側ないや。これは誰かな？あ、E233 系中央線。音が鳴るよ。こんな感じの音ですね。一応いいじゃないですかね、今のところね。じゃあ次、4番目。ああ、違うやつ。よかった。これは、多分681系、681系なのかな、これ。特急サンダーバードです。これもつきますよ。あ、赤い。なんかかっこいいな、これ。特急、ここ開いたりしないな。あ、やっぱり色が変わりました、これ。おー、すごい。
やったね。ありますね。これ絵でしか描いてないな。特になし。音が出るわけじゃなかったですね。お前これも貼れとシール。よし、今のとこ順調ですね。やったー。はい、5個目ですね。あ、おーすごい。これどうしよう、コンプしたらすごい運がいい、ちょい。あ、すいません。新800系新幹線だそうです。これも、うわー、シールいっぱいあるなあ。なんかツバメ的な感じ。んー、これは、シールを貼って、何、ここを見ろと言ってるのかな。ここを見ろ、多分ここからね見えるんだと思うんですけどね。これは難しいな。やっぱこう肉眼じゃないと無理でしょうね。いろいろ見られると思うんですけどね。ああ、いろいろね見られるんですけどね。これじゃ難しいな。ここでね変えるんです。うん、お見せしたいけどちょっと。さあ、とりあえず順調ですね。よし、あと3つ。まだね、出てないの。はやぶさと、ドクターイエローと、スーパーセラトリ？お！あー、ついに被ってしまった。あー、残念。いい、233系中央線。乗ってますね。音がね、鳴りますよと。残念。あと2つ。何かな。お、色が違うから、これは。スーパー白鳥。なんでこれだけ入ってるぞ。え？これまでも入ってた？もしかして。いや、違うよね。お、なんかこれだけさらに袋に入ってる。なんで？いたり落とした。はい、白鳥。白鳥？え、白鳥なら、なんで車体白じゃないですかね。ちょっとわかんないな。ね、あ、インクは水性ですが、あ、衣類などについたときはシミになる恐れがありますって書いてある。今頃気がついた。ここを開けられると書いてますよ。これ。お、本当だ。あ、なるほど。インクは水性ですがってこれことか。ここ。あー、なるほど、なるほど。これね。あー。そうですか。これはインクなんですね。インクというか、ハンコ？こんな。ははー。ちょっといい紙がないな。ほら、つきました。ここですね。ここ。ああ、こんな感じで。つきますね。ああ、これは。
これは、だけ光ったりとかはないみたいですね。よし、ついに最後ですよ。どうかな、なんかまた、なんか全部ね、触り心地が違うんですよね。かぶってしまった。ああ、なるほどね。インクが一応漏れないためにこうかぶせてあるわけですよ。残念。でもね、かぶりこんだけっていうのはまあいいことですね。当たんなかったのは、はやぶさと、なんだっけ、ドクターイエローか。ドクターイエローちょっと欲しかったけど、まあいいや。いい方ですよね、これ。だいぶ。ガラスよ。これは、やっぱ、これいいですよね、これ。これ、かっこいい。車体がね、もうちょっと車両がね、くっついててくれると嬉しいけど。黒かっこいいな。今回はこんな結果でしたね。いいっすな。はい、紙を用意しました。こちらですね。ここを開けて、インクが出ます。こうですね。こう、押すと出るんですね。じゃあ、走らせますよ。はい。車両とですね、レゴっぽいのと、交互に出るみたいです。車両の下に何か書いてあるけど、これ、難しいな。書いてるんじゃなくて、レール？あ、違うな。あれ、でもなんか書いてるような。わかりません。なんて書いてるのかな？でも別に違うか、これ。文字じゃないですね。こっちが車両でしょ？レール。特にないですね。こんな感じで、インクつきますんで、気をつけて遊んでくださいね。シールを貼り終わりました。はい、こちらですね。まずはこちら。ここにとかね、シールを貼ったんですよ。こことかもね、この小さい JR もね。ウエストジャパンって書いてある。なるほど、なるほど。すごいな。で、まあ、これですね。これは、こちらで、色が変わるというタイプです。音は鳴らないですね。で、こちら、デゴイチですね。やっぱ黒かっこいいな。これはね、やっぱかっこいいな。プープーとか、ね、煙が出ればいいのに。これもシール貼れました。D51498、498。ここら辺もシールですね。とね、ここら辺とかね、貼ったんですよ。これ何のマークだろう。ここもね、ちょっとね、よれてますけどね。よれてってか、曲がってますけどね。ここもシール、シール。これはこういう音がします。これはやっぱかっこいいですね。グー抜いてますよね、この中でもね。ちょっと2種類揃ってないけど。で、こちらですよ。これはシール貼ってないバージョン。こっち貼りましたと。やっぱシール貼ると全然違いますね。快速らしいですよ。快速なんだ。この辺とかちょっともう汚れてますけどね。このシールがね、26枚あって、ちょっと途中でちょっと心が折れたわけですよね。細長シール結構ね、貼りづらいんですよね。貼ったバージョン、貼ってないバージョン。上はなしですね。横。よれてますね。とてもよれてますね、シールがね。はい。
やっぱ表が、全然違いますね。やっぱシール貼ろう、後で。で、こちらなんですけど、こちらですよ。こちらもね、シールに貼るシールがついてたんですけど、これですよ、これ。こんな形にシールが切れているはずなんですが、どう見ても切れてないですよね、これ。これ。ちょっと腹立たしいほどに切れてないですよね。つかこれむしろシールなのかっていうぐらい剥がれないんですけど。あ、これもしかしてマックに持って行ったら不良品で交換してくれたり。まあいいんですけどね、そこまでは。一応シールなんですけど、これほら、全く 跡ついてないんで 貼れなかったやつです。これはあれですね、これも光るやつです。まあシール貼ってお見せはしたかったんですが、まあ、光ります。やっぱシール貼ると違うんですよね。ちょっと残念。一応シールが 分かれてないです。こちらも貼りましたよ。これのシールね。見てください、これ。九州レールウェイカンパニーはいいんだけど、このシールね、ちょっと、本当一番ね、苦労したのね、これ、曲がってるけど、これむちゃくちゃ小さいんですよ、このシール。3ミリか4ミリかな、これ。小さいんですよ。あと、こちらもシールなんですけど、剥がすだけでなんかもう、指の中に収まってしまって、もうこれもね 歪んでますけど、これ苦労したな このシール これはちょっと印刷してて欲しかったです。でもね、貼ったら全然違いますね。ね。ちゃんとね、九州新幹線800シーンス2004と。あ、ここもね、シールなんですよ。この私の限界が見えてますね。まあ、器用な方はもうちょっとちゃんと貼ってください。これもね、どっちが下やだと思ったんだけど、まあ、文字が下に書いてるんでね、下でしょう。九州。読めようかな。新幹線800か。すごいな。印刷技術って結構すごいですね。だってこの大きさで字書けって言われたらちょっと書けないですよ、私。で、これはここから見えるやつですね。で、これで、このボタンで絵が変わっていくんですよ。はい。んで、こちらですね。出してないですね。インクがね、飛び散るとね、まあ、そんそう飛び散らないと思うんですよ。そうそう。まあ、出すか。ちょっと違いを分からせるために、分からせるというなんか全然ない言い方ですけど。はい、表って。違いますよね。表？まあいいや。ここのシールが、なんて書いてんだろう。白鳥だ。あ、ここに白鳥の絵があるの。横です。あ、これはもう全然違いますね。なんかここね、色も一応違うのに、なんでこう上からシール貼っちゃうのかなっていうちょっと疑問はあったんですけど、ここのシールだけでいいんじゃないかなとか思ったんですけど、まあこれはこれでいいですね。これあるだけで全然違いますね。あ、このシールも大変だった。この小さいシール、くっつくんですよ。こっちもね、この小さいシールね。小さかった。はい、上はね、上のシールとかはなかったですね。ああ、違いますね。ね。シール貼った前後ですね。これがこの、魔の水性インクです。いやー、恐ろしい。ああ、そんなわけで、今回は、プラレール、ハッピーセットマクドナルド。かぶりはこの2つだけですね。その中で6種類が揃いました。揃ってのと、新幹線。後ろは揃って、ダブリと、後ろはダブリと、シール貼ってないやつですね。あ、これだけちょっとバスみたい。ああ、いや、こんだけです。結構運が良かったんじゃないかなと思ってます。
これはかっこいいしね。これ、やっぱこれ一番かっこいいな。デゴ1。はい、今回はこんな結果になりました。皆さんは変われたでしょうか？